さんこんにちは。こんにちは。シオンタイムス編集長の長谷です。副編集長の峰林です。はい、先日、はい、政権総会の方にもたくさんのご来場ありがとうございました。ありがとうございました。11月になりましたので、はい、まず最初に月1プレゼントの当選者を発表いたします。はい、それではまず CD から。はい、大阪府にお住まいの N 様、おめでとうございます。ありがとうございます。続きましてステッカーの当選者の発表いたします。奈良県にお住まいの F 様、他全10名様、おめでとうございます。ありがとうございます。それでは峰林副編集長の方からイベント情報をお願いします。はい、今月11月の4日に月一吹奏楽が ATC コンベンションルームにて開催されます。こちらはですね、本日が締め切り日となっておりますので、お早めのお申し込みをお願いいたします。皆様のお越しをお待ちしております。それでは、前回の月一吹奏楽の動画をご覧ください。どうぞ。でしょうか。すごく楽しいイベントになっておりますので、皆さんのお越しをお待ちしております。それでは次回の配信まで、さよなら。皆さんこんにちは。こんにちは。シオンタイムス編集長の長谷です。副編集長の峰林です。はい、先日、無事に、はい、何やったっけじゃあ先日からね